あーニーハオ、香港から今帰ってきてね、で香港焼きそば香港にうまいよってコマーシャル昔やった40年ぐらい前ですかね。食い物がまずくてね、言ったらね、冗談じゃない、とても食えないよって。俺バカじゃないです、マムシでも食えないようなね。でそれいいですよ、食えないもんあっても。それが何が言いたいの、それがちゃんとねガイドブックに出てるってね、いろいろ最高級とか中級とかっていう、本当にいいものは出さないだろうな、きっとな、出さないと思う。日本だって向こうへ押す、まあ、でいいや。じゃあジョークを行こう。倦怠期という、まあ、言葉が今あるかないか、まあ、とにかく、まあ、投げてきちゃってね、その辺もだんだん力がなくなってきた、元気がないわねと女房が思ってるだろうと、こっちも思ってるからね、相談に行ったんだ、友達のとこへね、金さんのところへね。 で元気になったらしいや。あところが途中でね、ちょっとやめてね、洗面所行くんだよね、水が行くんだけどね、で元気になるんだよ。女房なんだろうってある時にね、こうついてったらしいよ、分かんないように。亭主が途中でやめて、何やめたか分かってますね、料理してんのをやめて、ね、ついてってね、後ろから見てたらね、亭主が鏡に向かって、あれは女房じゃない、あれは女房じゃない、女房じゃない、まあいいか少なくも勘三郎の舞台で大人ですよ、こっちの方が。陳さんとドクさんの2人の対人をご紹介いたしますから都知事がババア発言が、これがなんといろいろありましてね、裁判沙汰になりましたね。いやババア発言じゃ私もね気になりますよ、都知事と同じで心が知事に乱れました。ドクマムシでございます。ならババアつってるのまだ罪がないよ。ひどいよ、都知事に乱れるなんてこんなバカなかったんだ。だけどね、だってね、マムシのくせにね、都知事と自分を同列に並べるって対等にとんでもない話だよ。あ、そうか。そうだよ。ああ、向こうのが下なのか。ダメだ、ね。これじゃあ、対人なんですか。対人、対人ね。うん、さっき女房はどうとか言いました、言ったでしょ。あのジョークはですね、どうかな、友達に、相談に行かない方がいいか。行かない方がいいかもしれないな。行かない方がいいか。行かないでふと気が、自分が気がついて途中でやめて、そう自分のローグで行った。いやそうじゃない、いや、登壇に行かないで自分で気がついて、途中で行くようになったと、それで元気になったと。ジョークとしてはいいジョークですよ。十分わかる。じゃあそれを受けてね、はい、それを受けてね、じゃあこれ言いますから、チンペイのね話聞いてくださいね。はい、犬はね、犬は、女房よりも偉い、亭主には噛みつかないって言うんだけど。ほう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 、犬は奥が深いでしょ。犬はさ、ね、亭主に噛みつくようなバカな犬はいないんだよ。日本は亭主に噛みつくんだよ。向こうの、ね、日本のジョークでね、まあ、狼いたから、狼とね、犬はどうやって分けんだっていうとね、まあ、こう頭コンテやってみると、犬なら吠えるか逃げるか、狼なら食いつくってなりましたけどね。そっちの方が面白いかもしれない。いや、これは中国にあんの、それ。何が今の。いや、ないよ、それ。ないのか。勝手に作ったんだよ、今思って。だから面白くない。だから面白くあるものに。中国のあるものにやれよ、だから。だから、そうやったらうんちくがわかる。わかったよ。今、追いついたんだよ、日本語の話したから。それよりもね、やっぱりね、待ちに待ったね、例の堤義行の逮捕。みんな喜んでんだろうな、こういうの起こってきてね。俺だけだ。かわいそうに友達のためにと思ってんのは。そう、一人だけ、例外。あ、そうか、とか友達だったんだな、やつみさん。よく電話してね。よーって言ってた。で、電話してね、うまいイチゴがあるから食いに来ねえかとかね。よいよ、つみさんと。だからよく二人でポーカーやったりなんかしてね。そうなんだ。いや、そういう、俺と、よっちゃんと仲なんだよ。よしや。これとんでもないやつなんだよ。いやいや、ほんでお父さんもよく知ってんの？
安次郎さん、俺たち安次郎さんは俺はよくあそこ行っちゃう、俺小遣いもらってたもん、うん、え、本当？本当本当。あそこんち行って、それから今度後藤啓太のうち、うん、両方行ってた、両方行ってもらってくんね、ちょっと飛んでで小林一存とか行って、ちょっとすごいんだ、阪急の宝の東方のとにかくね、後藤啓太だ、後藤啓太って東急、それでね、堤はピストル堤だ、そう、どういう意味？ピストルのね、脅かすの、脅かすの、脅かした、いろいろあって、そこ行って小遣いまだ小さいで、幼稚園の時でしょ、機関銃の根津さんっていうのかな、知らねえよそんな頭部の、いやそれはいいけどね、うん、要するにみんなが待ってたんだ、あの堤がね、やっぱりあの独裁者、落ちた偶像でね、うんうん、だけど元気なくなっちゃってしょんぼりしてるけどね、うんうんうん、やっぱり英雄の慣れの果てはあんなもんだな、うん、だからね、万雪を汚すって本当にまあ終わりよければ全てよしって逆にあるけどね、本当は、うん、厳しいだろうな、牢屋入れられちゃうんだよ、牢屋なんてあんまりいいとこじゃないよ、うん、しかしあれは完全に有罪になるからね、そのぐらいにやったことが悪どいというかね、自分が全部承知の上で命令したんだ、あのね、西部王国でね、堤、うん、義明さんに逆らったらね、首が飛ぶどころじゃない、命までなくなると言われたぐらいの怖い人なんだ、あのああいうさ、家訓とか遺訓があったじゃないですか、うち、んうん、に忠誠を尽くせ、堤家を汚すなとか、テレビでやってた、ね、そうそうそうだ、ああいうの見ると忠誠を尽くす、そうそうそう、そう本文とすべし、あんなのは毛利元就やなんかのあれと同じだね、忠義を尽くせ、じゃあご家長の軍で、江戸時代と同じだね、だからそれはテレビで初めて分かったんだけど、まさにああだったんだろうね、うん、はあ、ただね、誤解してる人がいるんだよ、堤、うん、義明さんは三男坊だよ、うんうん、それでね、お母さんは違うけども、西武百貨店の誠治さんはお兄さんだ、長男だよ、ね、そうで今この人はもうね、作家としてね、評判作書いたりなんかしてるけどね、さん、うん、やっぱりね、隠居はしてるけど万雪を怪我してないもんね、うん、あのこれが僕の高校のね、先輩なの、あれ共産党だろ、そう、本当は堤、うん、義明さんがね、いやいやいや、誠治さん、誠治さんがね、あ、誠治さんが共産党で悪いって言ってないですね、そうだよ、それで財産を放棄しちゃったんでしょ、あの人、放棄しちゃったんだけど、いやそれはね、あの、うん、俺は子供頃にね、うん、俺の後は義明に継がせるっていう記事を読んでますよ、いやだからそうだった、誠治さんの初めから、誠治じゃないよ、義明に堤安次郎が、安次郎が、三男坊の方に、それはもう義明が、義明俺にも少しくれるって書いてあった、書いてあったくれないんだよ、ダメだよ、それあんまあぶり出しだよ、堤家じゃないんだからダメなんだよいや俺堤ってね、まあ、いやそれで養子になろうとしたんだろ、そうそうそう、まあいいけどさ、うん、いやそれでさ、どうでもいいんだけど、ね、嬉しくてさっきからもう笑いが止まらないんだよ、ショペンもそれはそうだよ、嬉しくて嬉しいんだよ、とにかく人がね殺されたりね、飛行機が起こったり踊り上がってやろうって駆け出してるよ、この人、だから人の不幸は蜜の味という、うん、これはもう本当、ただね、西武鉄道、つまり西武は一体、西武鉄道なくなっちゃうけ、いや、なくならない、いや、なくならないよ、西武はね、どうやって再建するかの方なんだ、うん、つまり堤義明さんの発言力、影響力、一切なくなった時点で西武がどういうふうに再建するかと、これは大変ですよ、今まで言う通りに動いてたやつが言う人がいなくなっちゃったら、どうしていいか分かんないから、だけども逆に言えばまともになれるわけですね、独裁者がいなくなったら合議制でまともになる、独裁者がいる方が楽だって北朝鮮のやつはそうしてやる、それはさ、うまくいってる時の話だよ、あ、そうか、でね、西武はね、プリンスホテルね、うんうん、それからね、スキー場、うん、ゴルフ場、うん、球団、うん、いろいろ持ってるけどね、その3分の1以上は売るでしょうね、球団はもう間違いなく売りますね、そうかね、いや売らなきゃ、いや西武ドライブドア早いじゃねえか、ああそう、ね、そうなんだよな、30いくつのあれは、うん、あれね、俺なんて若い頃から売れてるから何とも思わないけどね、うん、嬉しくってしょうがない、おそらくもう町行きゃテレビ出ればいいんだからね、町行きゃサインしてくれなんて言われても、いやそれこれもんだろ、堀江門の話だろ、そう、それはまたあるから、堀江門はじゃあ後で、じゃあ西武はね、要するにね、プリンスホテルも赤字のところありますから、お荷物になってる、はい、昔はね、ホテル作ったりね、ゴルフ場作って、それでね、何度手取られるプリンスでも、そうステータスだったね、ステータスもいいとこだよ、しかもね、税金は払わないで済むんだよ、そっちの方に借金やってるから、うんうん、ね、とんでもねえことやったと、今は儲けを少なくしてるんだよね、だけど当時はね、みんなね、半分尊敬してたんだよ、うん、でひれ伏してたんだよ、堤義明、俺ね、カナダ行ってね、飯でも食おうかって、うん、あの氷河見てね、うん、アラスカからまに打ってきたらね、うん、そこにあるホテルがあって、うん、西部なんだよ、そうだよ、日本だってプリンスホテルってすごかった、ところが今三流だよ、プリンスホテルはね、ああそう、あの、うん、いや先生ね、何何先生じゃなくていい、あのプリンスホテルね、うん、あのなんであんなに三宅の土地を、うん、戦後買っちゃったの、それがだから三宅が困っちゃってお金がない時に全部買い叩いたわけだよ、それは先見の明があったとも言えるけど、だから品川も麻布もみんなそれから高輪も全部三宅も三宅も三宅ホテルで、あのね、菅原通財、あれがね、全部小かっぱらって、同じように聞いたら、
ったり落ちぶれちゃって食うものがないから結局売りにかかるわけですよ。昔からあるその宮下なんですかね、そう、つまりあの聖徳太子の書いたあの鉄腕アトムだってそういうの売りに出しにかかるわけよ。骨董家、そう松尾芭蕉が書いたね、はい、キャラメルだとかそういうのをこうみんな買ってきて、本当ですこれ通済のやつだ。いや それで財源を出した、そうだよ、それで売春防止法とかなんか反対にやって、反対じゃない、売春を作ったり、ちょっと古い話はもう古すぎるから新しい話は。堤さんもそうやって宮家の土地を買って、まあ、親の代からね、とあの工事上に繋がれちゃうわけ、もうとこう繋がれちゃうわけ、繋がれるだけじゃなくて、こんなことやって血の穴に棒に突っ込まれちゃうね。当然ですよ。で、要罪でも堤とは呼ばれない、番号で呼ばれますから、これからね。あ、そうだから惨めなもんなんだ。 C の4番出ろなんて言われちゃうね。への13番ずっとお尻の方です。問題はね、西武がね、立ち直るためにはね、どうすれ、球団をはじめスキー場とかね、ホテルとかね、西武ポイント稼がなきゃ、そうすごいね、それですよ。それをどうやって再建するかの方に興味が移ったんで、逮捕されたら有罪になろうが、どうせ有罪だと。だけど今までね、堤さんの元でわっと言ってた重役連中いるでしょ、部下が、それも全部今度堤がいなくなって、もう明るくなったの。いや、明るくなって残って再建に頑張る人と、もう辞めちゃう人といろいろいますよ。だって犯罪に関与してる人もいますからね。連座した人もいるわけですから。だね、岡田さんがね、三越選手やった時にね、やっぱり一緒にいたやつがね、俺の友達なんで、ボーンって逃げちゃってね、いや、ね、湯西川温泉かなんかのバントになってたけどね、そういうのがいっぱい出てくるんです。だからトップがひっくり返りゃ下がもう大変じゃないの、ガタガタ親亀こけると。だけどもその中で今まで反堤だった人たちがいたとすれば、その人が中心になるとか、よそから全部有能な人が来て再建してくれるとか、堤さんの俺はあの原型運動かなんかやろうかな、堤を助けろとか。じゃあ有罪が決まってからやりましょうね。堤を作れ、そう、これ水を止めなきゃ、堤をしっかりしなきゃだとか、バンクを何しろバンクが一番大事だと、ソフトバンクとか。こんにちは、道平陽子です。さあ今週も言いたい放題の時間が始まりました。まずはこのコーナー、ニュースつまみ食いからです。どうぞ。まあライブドアの話が持ちきりだね、ホリエモンの話が。私はねテレビ見ないけど時々つけますよね、つけると必ず出てるね、あいつ。そうそう、いや出たがりであることも事実だけども、マスコミがねもうホリエモン追っかけてね、もうすごいわ。視聴率上がるのかね。上がるんだって。何でもね、ダビでもね、野村のおっかでね、ダビじゃない、いずれあんなもんはダビだ。俺昔ね、デビと会ったことあるよ。あのね、生意気な女。デビ夫人か。でね、インドネシアの国民の気持ちの分かるのは私です。そうでなければ大統領の夫人は務まりません。何言ってるの。この野郎。そうだよ、そこまで言っちゃダメだ。俺言ったんだ、第三夫人だよ、第二か第三かどっちでもいいんだよ。だからこの野郎め、歯抜けあってこんにちはねんって。あれだったね、赤坂のさ、コパカバーナってナイトクラブ行って、そこのホステスなんだから、女優さんだった、ね、そこインドネシアの大統領来て、そこでうまく話がついた。そいつに金もらってんのがそのホリエモンってんだろ。そう、ホリエモンはね、違う、デビからもらったって。違う、デビじゃない、デビで買ったって。何それは違うって誤解だよ。ホリエモンはアメリカから金を借りたんだよ、自分の会社を。自分の会社を担保にしてるから。アメリカは儲けりゃいいんだから。アメリカでなくたって儲けりゃいいんだね。証券会社がでしょ。あ、だからね、リーマンブラザーズ証券会社、それはいいんだけど、ね、た一つね、ホリエモンに対してマスコミが遠慮してね、英雄にしすぎるよ、僕に言わせりゃ。だって、インタビュー、英雄にしてんの。英雄にしてますよ、マスコミは。田原総一郎だってね、もうあのホリエモンにインタビューしてね、もうウェウェって、もっと突っ込めっつんだよ。ホリエモンの言うことはかなりいい加減なんだよ。例えば、ね、いい加減ですよ。だってインターネットはこれから全部支配して、テレビやラジオなんかインターネットと組んだら、日本放送やフジテレビはいい会社にして、まあっとやってやるって言うけど、どうやったらそうなるんだって、そんなことが分かんない。適当なことしか言ってないんだよ、本当は、ね、でも突っ込む価値は、あの余地はたくさんあるのに。だって矛盾してるも言ってることがいっぱい、そこに気がついてないんだよ。だから気がついてないんだよ。そうじゃないんだ、英雄にして、なんかごますってんだな。英雄にして落とそうと思ってる。いや、そんな新聞演ではないね。そう、だけどまあいいですよ、一つの英雄を抱いてね、まあ、まあ話は違うけど、そのペイ40なんてのも一つの袖持って、まあ、そうそうそう、やってね、まあいいですよ、だけどなんていうのかな、節操がやっぱりその敵討ちをしたやつ、古いけど言うことないから、やっぱ事前運動したやつとか、宇宙行ったやつとかっていうならまだいいよ、英雄になってもな、それだけの価値は。あんなもので儲けてるやつを英雄にする、何でも、まあ、確か何でもいいんですよ、身のもんたらうまいって言えばそこがいっぱいになっちゃうんだからね、テレビに出てるやつが全部権力を持って、それだけにテレビの権力って難しいんですよ。権力ってのはいい方に使わなきゃいけないわけですから、ね、だから批判精神のないね、
テレビのね制作者たちがねただ出してね言いたい方で言わしてるだけ。それはね、先生ね、例えばね落語一つ作ってみてもね、この間もその日本航空ですが、やってますね、ラジオでね。なんでこんなものを出すのかっていう、また落語のトーンじゃないんだよ。お前はなんだなんて、こんな落語。ね、それが日光寄せ出てくる。そうそう、演劇の弟子も、演劇もひどいから弟子もひどくない、しょうがないね。だからそれがいいもんだと、こういうものもこれから行くんだよって価値判断があるならいいんだ。そうか、全然分かってるんだ。だからそこでホリエモンっていうのがそれ伝わってくるんだ。だからね、あれは新しい英雄なんだっていう意図があるやん。いや、だから若い者はねもうすごい英雄ですよ。だって天下かき回してさ、もうフジテレビ乗っ取ろうって勢いなんだ。じゃあ今度あれがもし飛脚したら大変だね。大変っていうよりはまたバカにするだろうけどね。一つね、どうってことじゃあね、過去思い出してみてよ。テレビというのがね、いかに大きな間違いを何回もするかしても平気だっていうのはね、例えばあの細川さんがね、総理大臣になる、あの時に日本新党できる時にね、これで日本には革命が起こるとはね、もうすごい大ラス、大変わんなかったよ、ね、変わんなかったでしょ、うん、で、ね、1年もたたやめたでしょ、うん、それと青島幸男が出てきて、うん、年役を辞めるって言った時に、もう久米宏でも何でもね、今までで一番の政治家ですって言ったら、年役辞めて何があるって、今は年役をやった方が良かったというのが常識でしょね。もうコロッと変わっちゃう。もう青島さんもただの人も以下になっちゃったもん、ね、いや、ただのジジイ以下ですよ。そうだね、以下で出りゃ億人だから、うん、でこれなんかまた出てくるところの浅ましさが余計嫌だね。それでもね、それでもかつてはすごかった、うん、例えばね、芸能界でいうとね、千正夫君なんかね、うん、借金借金でホテル買ったりなんかしたら、うん、すごい英雄だった、長寿だったよ、ね、実業家だったでしょ、うん、今や何千億の借金返してる夫婦言ってるという、誰も相手にしないね今や。だけどマスコミはその時にさ、もう英雄が現れたと、こんな素晴らしい実業を変えないとやってきたじゃない。何回でも間違いやって大衆をごまかす。で、またテレビ見てる大衆のほとんどがね、バカだからね。うん。バカですよ。だからみんな釣られてね、そうかと思う。ホリエモンはまさにそれだよ。だけどテレビっていうのはそういうもんじゃないの？ん？テレビっていうのはその虚像を、そう、虚像を大きくするって、だから本当は出たいんだけどさ、うん、ね、出してくんないから。うん、いや、あのね、うん、やっぱりどっかでね、自分で判断しなきゃいけないと思うんですよ。僕は、僕なんて、僕ってなんか朝鮮人みたいだけどね、あのね、その、知識の量じゃないよ。うん、判断ですよ、うん。判断力ですよ。処理ですよ。ものの把握と処理。それを自分でしたことないわけだから、とにかくテレビの言う通り。だったら黙ったり、黙ってると不安で不安で、まあ人間安定がないから仕方がないけどね。だから疑似安定を求めるために宗教に行ったり修行したりするんだけどね、学問やったり。それにしろとにかくじっとしてらんないから何かに飛びつくと。それはあるだろう。ただね、もうここまで言って偉そうにね、ホリエモンって言ったけどね、結論はですね、彼は今英雄です。いやいや、あれ刑事入るのか、いや入れませんよ。入れないの？罪は犯してないんだもん。罪は犯さない。罪は犯した、犯したよ。それはもう前の話、終わった。終わった。ったうん、一緒に連れてったのだよ。いや、連れていけない。罪は、俺が実は俺があの野郎と、まあ、いや、それでなんで、どうなんの？だからね、偉いなと。偉い。すごいことは事実なんだよ。で、今の、今ときめく英雄なんだよ。下品だよ。いや、だからさ、ね、あの真似はできないから、若いやつが憧れるのはわかるけれども、うらやましいな。いや、だけど、だけど、これはだけど、若者はさ、IT 産業になりたいとかなんとかって言いそうだよ。自分も金が欲しいんじゃねえかって、わかった。要するに、金儲けてやってるんだという結論をね、まず出しといて。てめえが金がねえからだろ。ないことはないよ。どれほど持ってるか知らない。ああ、参議院あんだけやったんだから。そういうところ、延べず5万、すっちゃ金もらってたんだから。それは自分じゃないか。まあ、俺もそうだけど。一緒にしてたのか。一緒にした。じゃあ、ここで言うだけの二人じゃないんや。よ、分かったよ。ちょっと話題変えてくれよ、話題を。いや、でも、堀江さんは、ヨットに乗ってりゃいいんだ。そうだよ。な。英雄、過去の英雄だよ、過去の。あれは、あれはもう、日本海一人ぼっちってやつだろ。日本海。日本海。ダメだ。太平洋だ。君たち、もうちょっと、ね。太平洋でごぼう洗って。大変一人ぼっちになったんだよ。俺はね、大変大変。お前は日本海行ったの。黙れ二人とも。北朝鮮の経済制裁をするしないという話があったけども、はい、今北朝鮮の船は保険が、入れないということまで来たよ。ああ、それはね、経済制裁だって言うけどね、そこまでのね、制裁というほどのもんじゃないんだよ、これは。そうね。ただね、あの船はね、要するにね、今までたくさん入ってきた。ボンゴンジャンボンゴン。何つったっけあれ。バンギョンボン、バンギョン。ジャンジャンボンボンゴン。ダメだ、君たちはね。バンギョンボンゴンボンゴン。もう下が真ん中だから。何が下が真ん中だ。年だよ、年。それで？いや、だから何？つまり、向こうから入ってきたけど、入れるやつを。
閉めたの。狭くした。入れないそうそう。入れないのにしたけどね、沖、うん、沖でもってね、うん、船ね、荷物をね、いろいろやろう。そう。これもできるし、うん、保険会社も世界にある紙だけでね、何もしない保険会社もあるんだよ。うん、だから抜け道があって、経済制裁というところまではあれはいかないよと、うん、入港拒否だと言って調べたって分かりゃしないんだよ、うん、あんなもの。それをさ、なんか経済制裁始まってね、北朝鮮これに痛手だなんて言ってるけど、所詮は、いや、マスコミで、評論家いろいろ言ってるけどね。だけど評論家の言ってることってのはいい加減だね。まあね。よくあんなこと言うなっていい年こきやがって。うん、だけど少しは知ってるからな、北朝鮮事情知ってるんだから、言ったっていいと思う。それで我々も、うん、そうかなるほどと思うこともある。思うことあんの？わ、ありますよ、それ。俺一つもないや。初めから知らないからだろ。知ってるよ、嘘な、みんな嘘な。キム・ジョンイルってこれ嘘なんだから、うんうん、本当はいないんだから、あれ。そういないよ。いな、あれはね、キム・ペジョンとかってのはいるけど、キム・ジョンイルっていないの。引田天功が作ったのかな。うん、それでね、ちょっと引田天功どうして関係あるの。だって引田天功の仲いいんだから。違うよ、プリンセス天功が、うん、キム・ジョンイルの愛人になれと強引に言われて悩んだというところまでが本当だけど、あの、まあ、天功さんは帰ってきちゃったんでしょ。ウォンじゃ嫌だっつったんだよ。ドルでなきゃ嫌だっつったらウォンだって言うんだよ。ウォンを肌で返せって言うんだよ。いや、とにかく、プリンセス天功は今アメリカでもってすごいんだよ。人気、世界の天功さんだよ。言っとくけどね、レベルは低いよ、なの、手品の。イリュージョンの。ああ、だって手品じゃないもん、あれは。仕掛けだけ作れば誰でもできるんだ。できる。だけどやっぱりカッパーフィールドだとかね、それからランス・バートンだとか、バッチンとは叶わないね。叶わない。あんなこと言ってもしょうがないけどね。叶わないけど、あの女バカなんだ、あいつ。だけどプリンセス天功のネタはね、すごいんだよ。世界で特許とね、もうすげえ金払って。だって飛行機がなくなっちゃったりなんかするだろ。なくなんねえ。なくならないよな。あんなの野郎な。まだ若い頃にな、お前な、俺みたいな男に惚れんだよ、つったんだ俺は。だ天功に。天功に。歌詞の時に。歌詞だかなんだ知らないけど、あの、いた頃にいたのに手品やってたか知らないけどな。師匠が元気な時だな、あの男の天狗さんが。そうそう、天狗の時な。私昔男子さんに口説かれたって、バカ野郎、誰が口説くってあんなもの。そう、本気で言ったんじゃないんだな。そうじゃなくて、俺みたいな男に惚れるんだよって言ったわけよ。ちゃんとしゃべれ。俺に惚れろって言ったんじゃない。俺みたいな男にちゃんと、金平みたいなことはダメだよって言ったわけよ。いや、その場で言っただけだから。キム・ジョンイルってのはいないんだよ。いない。いない。ちょっと経済制裁の話してんだよ。そう。なんだよ、その。いや、なんだ。え？経済制裁。怒ってるから、謝っちゃった。いや、失礼しました。謝れ。怒っちゃったから、あの先は短いんだ。経済、ちょっと待って。それ何？どうすれば日本は。要するに、日本はね、経済制裁をしたくてもできないんですよ。要するに日本がそれだけやったってね、アメリカや中国はね、やっぱりね、そんな経済制裁しないで、うまくね、6カ国協議にね、呼び寄せて、うまく話をまとめて核をまずね、北朝鮮の持っている核を使わせないようにしたいという、それが一番の狙いだから。だけど核なんてアメリカまで届かないよ。いや、届かないけど分かる。できるって。嘘だよ、そんなこと噂だ、いないんだから、そうかもしれない。それは分かんない。せいぜいね、あの、下関までだ、捨てて。うん。困るじゃねえか、下関だって困るじゃねえか。日本にとっては。で、下関ちょっとこっち来ちゃえばいい。そう、寄っちゃえばいい。ほら、私、下関、上関とか言って。日本列島、ちょいとこずらしゃいいんだよ。角度ずらしゃいいんだよ。それだったら関門トンネルが通過できなくなっちゃうんじゃねえか、昔の。伸ばせ、今橋だけど。伸ばせ。伸縮自在のトンネルにすればいいんだよ。そうや、だけど。いや、本当なんだよ、ダメだ。CM の後は男子解放区。今回は男子師匠のレコーディングに潜入してみました。ね、このハガキはね、所沢のね、一視聴者ですと、だってお名前ないんですけど、これ、若々しい男子様の番組の初めの言葉、終わりの言葉、これがまた貴重ですと。ね。うんうん、で、この男子解放区というこのコーナーでね、講座のね、姿とかいろいろまた、これがまた楽しいっていろんな、そういう反響があるんですが、今日はさ、この今、スタジオの風景。うん、ね。客席をね、うん、スタジオで入れてくれと、うん、客のいないところ。客席って100やんの？100やんの。落語？もうそれも やってもう全部出しちゃったのもうね、うんうん、残りを数を絞るみたいなの。あ、いや絞られてんの、うん、つまりやらなかったってのは面白くないからとか、もっと面白い人がいたからっていう、うん、その敬意を表したりしてね、うん、のまあ、それをやるわけよ。しょうがないから絞りに絞ってやるわけ。うん。カーって絞ってまた何か入れる。お客がいないとこで一人でやってんの？一人でやってんの。あ、普通はそれができるのはね、私はね、あの、普通だと面白くないんですよ。あの、うん、客がいないとこで喋る技術がないから、私はそれは面白くできる。だって落語ってのは、
ね、我々が知ってる落語は全部客席がいてわーわーわーって笑い声が入るから面白い。そうなんです。全然客いないの。いない。それでスタジオで一人で撮ってんですか、落語を。あ、いや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 、そこを今日はじゃあ潜入したという。でね、あのね、もう、ね、でまあそれがまあ記者に言えば芸術家の、うん、まあ生き様ということになるのかもしれない。わかりやすく言うとね、まあ、芸術家とは好きじゃないけど、まあ他にないからあれだけど、そこそこなんとかしちゃうの。だけどさ、ちょっと待ってよ、百席ね、撮り終わるまでにね、命が続くかどうか、その保証はない。ないんだ。ない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 。それでもう散々から出してんだから俺も。いや、だけどそれでやめてもいいじゃない。あ、そうか。32席で終わったとか。その価値が出るか。それもいいじゃないの。あ、それもよし、100席終わってもよしか。うん、あとなると今日は100席を取ってる最中のスタジオのね、その風景ね。もう1本出したのね。オッケーオッケー。あとは100回席して終わりとかね。うん。え？なんだい？名前だけ言って。いや、席をするだけ。それで終わり？じゃあ二席じゃねえかそれで。冗談じゃないよ。楽だ楽だ。席だって100回大変だよ。100日席ってのあるけどね。100回席って難しいんだお前。紹介席行った。紹介席行った。だけどね、陳さんね、一人で喋ってるってのは彼できるって言うけど、分かる。分かる。あのね、見てるお客さんはそれを買うでしょ。したら、俺一人に立川談志は喋ってんだな、差しでやってんだなって。そうじゃない？じゃあ分かった。オッケーオッケー。はい、じゃあ出してもらいましょう。なんかやっちゃうね。喉が渇いてる。この大概その落語の枕やっぱり相変わらずバカバカしいことを申し上げておしまおちょうだい。男と女がなんていうその枕はあります。こぼれないように一つ持ち上げて、よしよしと、いいか。すいませんが、あのお代を、ん？代か？いくらだ？一杯5000なんですけど、鍋に、あら、鍋に一杯引くの忘れちゃった。鍋引かなかったかって、ね、なんだ？そうですね。そうか、ちょっと待ってくれ。水飲みたいんだけど、水飲んじゃうとダメなの。はい、あなたに書いてもらうんだろ。本当にあの間違いないしね、あの面白いよ。いや、今までね、ズバッと言えばね、まあ、サテラみたいなこういう皮肉なあのうちは別としてね、いなかったですよ、この人は。ってインパクト与えたり、また直接じゃなくても言ってることがね、特別区民でも市民でもゼロ。今はゼロ。俺心配になって全部で電話入れたら、あなた刑事の特殊屋ですから。いや、それが一番いい。かけらを集めてきて、己という接着剤をそこに入れて、そしてデザインまで考えて見事にこしらえて、こっちは内容に対していろいろとああでないこうでない。名著さんはもっと基本と言いますかね、わかりやすく言うと、米朝さんの作ったものはどんなバカがやっても想像様になると、そのぐらい綺麗に仕上がっておりますよね。ああ、そう、いやいや、それはそんなに言わなくたって、これ借りたもんだから返す。分かったよ。じゃあ、どうする。三月とか四月とか、あ、なんて足らねえんだよ。あ、そう、急ぐから来たんだよ。だろうな、ずっと月末まで待てないんだよ。困ったな。7日とか5日とか3日とか、それ待てねえんだよ。今日中何とかしてもらえてんだよ。あ、また夜からね。頼むよ。おい。あら、行っちゃった。あら、行っちゃったーって。
もうしょうがねえな。これ聞いてってください。矛盾があるっていうこと。矛盾探してると落語の面白いのが消えちゃうかもしれないけど、これ、まあ、後で話をしますけどね。またまたざーまあ、いろんなもの出してますね。出してるっていうのは、まあ、自分のやった、まあ、そこそこのもの出してる。今回はそこそこじゃないもの、つまりやってないものを出してくれという商売になりますから、とにかく絞られ絞っちゃう、絞られることが一つの芸術的な行為であるんですけども、そこに行くまでの俺の内容、ただそれが何とかできちゃうっていう、ね、あと演習室とかを出してるから、芸が身を助けるほどの幸せってあるんですかね。そんなような部分は私にはありますよね。でもまあこれは何とか言ったらパーティーでもやろうか。俺は金出してもいいよ。なおいいですね。また自分を褒めて、いやいやいや、そんなにね、そんなみっともなくないよ。嘘だよ、鏡見たらさ、もう俺の顔が自分で見れなくて鏡壊そうと思うけど手が怪我するから。一つはね、鏡を見たりテレビを見たりね、それから写真を見る顔とね、自分の感じている顔とまた違うと思っていい。あ、そういう見方、それはある。あとあるよそれ。違う、やっぱり自分の方がね、あの生き生きとしてね、そうもいかない、ついこっちになって老けたなと思うけどね、それ差がありますよ、やっぱり。で、人はさ、人は自分の生き生きした顔を見てんだ。そうなんだよ。人は。割とそうなんですよ。そう、鏡自分が見た時には、本当の自分を見ちゃうんだよ。いや、そうだよ。まさに本当の自分を見てる。だけど、人に見せてる時は、ね。あれは女房じゃない。あれは女房じゃないって言ってるんだよ。いやいや、そうですよ、そうだと思うよ。そういうことか。じゃあ鏡見て落ち込むというのもちょっと多く、そうっていうことは、何、我々はこうやってやってるけども見てる方から見れば、まあまあの若さがあるわけ。映る時には俺たちはそれなりに結構若々しくやってんですよ、演技してるわけ、いや演技してるけど、なんかこの間もね、あったのね、あの彼女も入れてね、同い年ですかみんなって言われた。そう言われたよ。七五三終わったんですか。やめてくれよ。あのお姉さんなんてさ、まだ19か20歳の小娘だろ。嘘だよ。嘘。嘘してんだよ。旅してんだよ。そう。化粧落とすとね、32歳。安倍長田と同級生だって。戸籍聞いたら45なんとか言ってた。そうか。全盛期の生まれたって。まあそれは人はどうことはどうでもいいけどさ、はい、そういうふうに見てもらえるならまだ嬉しいけども、あ、そう信じていいんだじゃん。そうだよ。ああ、わかった。もうじきね、ボケてきてダメなんじゃないけど、この番組もね続いてくれるんだよ4月以降も、だけどさ、それいつダメになるか分かんないから続けようって言ってるだけよ。だからこっちだって、あ、なんだよ。そうだよ、いやずっとまだ続くっつったよ。だから命が持つかどうか。俺ね、続いた番組なんてめったにね、ないよ。大概ぶっ壊したかいなくなっちゃうからなんだ。珍しいんだこれ。どう、第1回目が最終回なんだよ。本当そうなんだよ。そうか、だからよく続いてるなと思うもん。言われてみればこの番組じゃ1年以上続いてない。いやいや、もう一番長かった商店だったら、よく考えたら2年ぐらいしかやってるんだから。ないんだよ。あ、そう。じゃあ相当よし、それだったら若さを保つように頑張るよ。キャッチ。診断アラカルトです。今回も皆さんからのメールをご紹介します。お二人が言ったように。いや、なんでもない。トレーニング。よく聞いててよ。はい、聞いてるよ。ライブドア事件は。NHK と朝日問題、これが消えて、朝日新聞ですね、これが消えて、さぞかし NHK は喜んでるだろうと思いますね。これは最高だね、消えちゃったね NHK と朝日新聞、裁判沙汰はどうのこうの言ったけども、で朝日はもうおもんぱらホリエモンの味方で、ホリエモンがフジテレビ潰すように、それで産経一緒に潰すように、もう煽ってるし、NHK はとぼけちゃって、そうだね、ライブドア問題がなんてやってる。裁判まで行ったんだね、あれね。裁判まで。何が？朝日新聞の問題。いや、言ったってうやむやじゃない。ね、さあ、これからいよいよ談志さんとドグマムシさんにいろいろコメントねしてもらって、ことわざの新解釈ってね、これはね、あ、これ メールなんですけどね、小山さんだな、これはな、新宿区のね、会社員71歳。同じくらいじゃん。何言ってんの。もっと上ですよ。はい。船頭を多くして船山に登る。ね。このことわざ新会社。経済制裁の何の関東と議論ばかりしていて、ちっとも解決しないじゃないかと、これだ。船頭を多くして。はい。ね。次、理科に冠を携さず。
1億円という変なお金をもらうときに一緒に同席して疑われること、理科に冠を立たせて、ことわざの新解釈、人の振り見て我が振り直せ、これはね金正日が金正日だね、フセインの終末を見てまだ我が行いを改めないでいる、そういう意味だって、うん、こういうのいっぱい書いてある、あ、うん、だ見てる人の方がなレベルが上じゃないかと思うんだけど、結局鎖国してた頃はね、うん、そんなに入ってこないから、うん、あのまあ中でもってもちろん文明ありますよ、ファッションとか言葉とかってね、うん、でもどっちかって文化的なことをやりますよね、うんうん、で今みたいに入れてとにかくこうやってとにかく金儲けするわけでしょ企業は、おうおう、そのためには常に新しいこと新しいことって、そうそうそう、とにかく騒ぐことが一義ですよね、うん、そう解釈すると分かりやすい、とにかく騒げと、うん、話題になること、何でも騒げ、少なくもテレビをまず第一に、ね、もうホリエモンだろうがね、あのね、ガキエモンだろうがね、ドザコだろうが何でもいいんだ、何でもいいんだよ、話題になりゃいいんだよ、そうだから、だからホリエモンが落ち目になったらホリエモンに乗せるよ、鉄の穴にろうそく立てへでもってフッと消してみたりするとね、また、うん、またライブドアでドアを開けてへをするとか、ね、いろんなことして人気が出るよ、相談に来いよ、兵力を争う、兵力を争う、戦争ごっこ、そうそう、だけどさ、はい、それ近いじゃないですか、いや言われてみれば今やテレビに出なければダメなんだから、企業だろうがね、新聞だってマスコミのくせにやっぱりテレビ利用するとか、はい、だって毎朝新聞が出てるじゃん、うん、朝から晩まで新聞の記事を読んでるだけだよ、そういう番組いっぱいあるんだからね、ある、うん、これもう一つあるんだよこれ、郷に行っては郷に従えと、うん、このことわざはね、喜び組が韓国に行って雨に濡れるのでへりくつを言って金正日の写真を引き下ろしてね、貧粛を受けた戒めだって、郷に行って郷に行ったんだよ、女の子たちは喜び組とは言わないけど、美女軍団が来てね、金正日様、将軍様のね写真が雨に濡れてるって、下ろせ下ろせって、ヒステリーで騒いで、そういうことが、だから恋じゃないのか、それじゃない、濡れちゃうからかわいそうだ、そう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 、だから郷に行ったら郷にしたら、濡れちゃうな、写真だよ、写真だってやっぱキム・ジョンイル先生だったから、将軍様、将軍様ぬれられませんよ、うん、だ写真もやっぱり濡れないところは置いとくとかね、綿、うん、にくるんどくとかね、うん、しなきゃダメです、うん、そうで何、オカメ八目じゃない、オカメ八目、うん、ことわざ新解釈、北朝鮮や中国は日本のことをあじゃこうじゃという様子は、これはオカメ八目だって、ちょっと違うな、違うな、それにも何もなってないんだ、ね、何もなってない、だって真面目だって言ったら71歳だよ、いや71歳だ、もうちょっと考えなきゃダメだよな、ダメじゃあ、俺じゃ、野津屋チンペアとレベル同じじゃねえか。冗談じゃねえ、こっちは。で、いいと思って、71歳でもこれを紹介したら、どうですか、これ、自分たちの男、たらにあげて。じゃあ、もっといいこと言いなさいよ、本当に。え？いやいや、ねえ。俺やっぱりなんだな。いや、なんか、聞こえない方がいいのよ。ほら、これだ。もう無理してんだもん。老化現象なんだから。どうにもなんねえ。部屋にいちゃいけねえんだよ、廊下現象で出てけってな問題な、はい、もうあと終わり、はい、はい、毒蝮教授でございます、どうぞよろしく、キリッシュじゃなくて教授でございます、キリッシュ、あくび、サクサク非常に分かりやすい生徒でございます、今日は6人の生徒さん、私初めてですけど教授でございますからね、一つ教授でもあるだろうね、生徒がねいい生徒なんで、こんだけばらついてるクラスは珍しいね、年齢が、うん、ね、一つ日本は、長寿長生きの国だと、世界で一番長生きだと言われております、うん、ちょっと生徒諸君に伺いますけど、初老というのは大体いくつから初老という、現代の、うん、今、うん、初老というのはいくつか、はい、早老ってのは知ってるけどね、早老というのと地老となりますけどね、いやいや早老ってのは手紙でさ、何々早老、何々早老ね、うん、はい、トノスじゃなくてね、はい、それでは60、はい、陳平生徒65、はい、70、65ぐらいです、お前なんか通りがかりで来たな、こいつ何なんだ、何知らない、こいつは新弟子で今来てんだよ、なんていうの、平林って申します、平林かひらりか180のモクモクなり、先生って出て、先生今夜はね、これはね、はい、古くから言うと、うん、今は笑っちゃうけど、うん、40なんですよ、初老が、初老は40、うん、40、50、60というお祝いの儀の、初老中、中老、うん、だから初老、お祝いがとかあって、うん、初老と、そう、中老、あの大論になる、ね、いい大論ね、そうそうそう、桜のもんで、はい、四十、黄昏清明の時代は初老は40ですか、陰キャは60で、そうそうそう、四十ですね、四十、だから今現代四十がもう初老だと言ったらみんな笑いますよ、四十、うん、が初老になってんね、昔と同じじゃない、うん、
昔と同じじゃん。いや今は昔は四十がそ、うん、あの初老だった。今は六十ですよ。でも今四十来てるね。違う四十そういうことは言ってないよ。何言ってあのねこれはね光源氏も四十の時にお祝いの儀はこと患い王子と言って出なかった。要するに四十で患ったんだねみんな。だからもう初老なんだけど今は60あってる。あの桜田門外で殺されたいい大老は大きい大老だろ。大老はじゃあ70か80ですか。いやいやあれは大老という役職の名前だから。シャレに言ってんだから。シャレに言ってたまにはシャレ言うんだから。シャレに言ってた。そうかそうよそうか早くやれよ大老ごっこ。あとやるものやるってやめよ。なんだこの先行。ふざけんなよふざけんなよ。生徒さんはそんなに言わないで。俺住吉だ。今日は俺山口だこれ。あのね皆さん長生きだろうと思いますけれどもね。生意気なんだよ。あのね、40、50というのはもう 若者、60、80、90ね。で今やね、もう3人に1人で年寄りを面倒見なきゃなんない時代になった。はいはい、ね、わかります。大変でしょ。はい、ねこれから。ね、講義でも何でもね状況説明してるだけじゃん。講義なんか言えよお前。講義は何でよ。お年寄りとコミュニケーション上手に取る福祉講座。福祉講座。お年寄りとコミュニケーションを上手に取る方法。お年寄りとコミュニケーションを上手に取る方法にこの3つあるという。はい。ね、それでまずこれを取ります。お年寄りとコミュニケーションを取るには3つのかけるが必要だよ。かけるって、はい、プラスマイナスかける。それまでいろいろあるんだ。いやいやいやね、3つのかける、うん、要するに、はい、こうです。お年寄りと何々をかける、何々をかける、何々をかける。こんなことやってんのか大学で。これはバカなようだけど非常にバカバカしい。こんなの2人でかける。じゃあそれでは1人ずつ聞きます。年を取ってお年寄りとコミュニケーションを取るにはどうやったらいいか。3つのかける。これは私が考えた。ちょっと悪いけども、うん、それは大学でやってるこういう講義をやってるんですか。本当に大学で。いや、やる時もありますよ。やってんのこいつ。本当にやってます。やってるね。それで生徒が随分寝てます。寝てるじゃいいよ。体に当たってお前病院連れてください。これにあざができるんですよ。女子大生に。でもこの出来の悪い生徒さんたちがこれを勉強したら非常に、はい、どうしたら年寄りと何とかをかけるといい良くなるか一つ考えてください。簡単だもんな。ちょっと若者いくつだ。声をかける。声をかける。下声。下じゃないや。下声じゃない。声かけ運動でしょ。え、最近流行ってる声かけ運動。はい、そこにいる風子と問いかける。問いかける。はい、チンペイ生徒。声かける。あ、何、教えて。カジノカジノ。知ってんじゃない。はい、ほら、はい、一番目は明るく声をかける。近い明るく。で、一緒になってかけるってダメか。はい、話しかける。話しかける。おい、出来上がりそう。だから年寄りの着物をかけて、いや、まあそれがかけるって言うんだから、こんなことやってもう一丁とかいうゲームを一緒にやるとか、かけるって言うんだから。はは、博打。だから、うん、だから、年寄りの茶碗をかけると、いや、とにかく、まあ、なんだ。ちょっと、何を答えようとしてるんだよ。松岡生徒。あのね、年寄りとね、とんがれとんがれとんがれなんて金かけたりなんかする。いやいや、悪くないと思うよ。うん、それは学校でできるか。そんなこと。学校でやること。学校で女子大生に教えてんだよ。そうか。まずこれは女子大生に恋なんて教えた方がいいと思う。まあ、女子大生ちょっと待って。なんと年寄りとコミュニケーションだからね、うん、声をかけるかける。声をかけるのはいいのね。これは皆さん素晴らしい、うん、まず最初にやることは、うん、笑顔で話しかける。声をかけるだけじゃダメなんだ。そうそう、笑顔で話しかける、うん、ということは、うん、老人ホームやなにいるお年寄りは、うん、非常に不安感を持ってるんですよ、うんうん、不安感ワイアットアークっていうぐらい。要するに不安感があるから。教授、髭が落ちるよ。私はあなたの味方ですよということをまず見せてあげる。で、笑顔で話しかける。このかけるが大事なんだ。声をかけるじゃダメだ。声をかける。大きな声、おいババーなんて言っちゃダメなんだ。だみんなこれでもって、あの年寄りみんな騙されちゃう。昭和飽きんどに売りに来て。それはある。あの歓迎の決戦やなんかされるんですよ、年寄りは。この笑顔で。だからみんな詐欺師は最初に買ったのが分かんなくなっちゃう。山のようにお尻の中入れてあるんだ。あの豊田商事やなんかそうだよな。地方でね、あの初めにタダでいろんなものを配るんだよ、うん、それでみんなお年寄り集めてね、高いものを売るんだよ、こっちの講義なんだよ。
よ。俺の講義なんだから。俺が感心して聞いててどうすんだよこの野郎。俺もそっちに座りてえじゃねえ。しょうがないな。いやだからこれは要するに心から笑顔で話しかけるってことが大事なんだ。なるほど。いやいや分かった。はい、こちら2番。はい、3つある。2番、はい、笑顔で話しかけると同じように何かで話しかけるんだね。だからそれはどうでも答えていいです。はい、そこに寺林。いつも目をかける。目をかける。目をかける。いや話しかけるだろ。全部話しかけるんだろ。いやいやいや、そうじゃない、そうじゃない、違うじゃん。はい、だから一緒。次はちょっと待ってよ、考える。これはお年寄りとコミュニケーションを取るのは非常に大事です。これがあれば簡単にっていうか非常に。生卵をかけて二人で食う。生卵をかけて年寄りの頭をかき回す。バカ。そんなことやって年寄り喜ぶかよ。頭かけますとてめえで言ったんじゃねえか。だって俺は生卵をかけて二人で食うって言っただけだよな。二人でどうやって食う。何やってんだよ。年寄りどこへかけるんだ。生卵を二人でかけて一緒に長いも食べろってことだ。頭にかけるんじゃないのか。頭にかけない。それは先進やったジョークだバカ。そっか。卵をかける。はい。野瀬、野瀬、つなぎだけど。野瀬。わかんない。野瀬。わかんない。ちょっと思いついた。手をかける。あ、いいか、いい線から。いい線。手をかけるっていうのはね、悪い意味でも使えるよ。あいつを手をかけたっていう。わかった。うん、そうか。肩に手をかける。正解です。ほー。偉いね。偉い。手をかけるって言ったからヒントだ。肩にだ。さっきこれ書いてあったの見たんじゃないの。見てない、見てない。野津屋ずるいんだよな。ないよ。隙間さんね。要するにもう2つできれば大したもん。お年寄りとコミュニケーションを取るためには、まず心から笑顔で話しかける。このかけるね。ね。それから今度は触れるということが大事。触れるということが。肩に手をかける。先生、お年寄り安心するの。肩じゃなくて。しょうがないこれ。ね、床に肩じゃなくてね、頭とかね、浮かんのとこじゃどうしていけない。いや、これはね、頭にかける。頭失礼だ。失礼な。で、手を握るのもいいんですけど、かけるというのでかけてあるから。肩に手をかける。優しくな。優しく。肩に手をかける。ギャッてやるんじゃないよ。うん、分かった。年寄り平和なんだから。流行歌だ、昔のな。な。はい。3番だ。これは分かんねえな、もう。はい、松岡。橋をかける。橋をかける。橋をかける。っていうことは。橋をかけないと向こうにしに行けないじゃない。あ、あの世へ。志願から被害へ。そうそうそう。うまいね。三つの年寄りはどんどん殺さなきゃならない。無駄なんだ、いっぱい増えて困ってんだから。いやいや、みんなそう思ってんだけど、俺大学でそう教えられないだろ。この間だってノロウイルスで随分死んじゃったのがいるけどね。死ねないもんな。だから生きてる人たちは辛いよ、みんな。辛いと思うよ。辛い。本当辛いと思う、生きてる年寄りたちは。辛いよ。生かされてるっていう部分はある。ちょっと待って、考える。豆に電話をかける。豆に電話をかける。うん、それをね、もっと違った言い方した方がいいな。はい、気にかける。一つと八つで。え、気にかける。おお、そういうこともあるな。はい、あなたもいずれ年寄りになるから年寄りを面倒見る場合もある。講義でも何でもない。ただクイズだ。クイズやってるだけの話じゃん。クイズ。これで講義ですって、ね、金どんどんかな。いやだけどこれはね、こういうことをね、今日見た方はね、非常にね、バカバカしいなと思うでしょうね。だけどこれの中に真髄がある。あります。年寄りをコミュニケーション取るための年寄りの、はい。あるよ本当に。和樹さん、お前なんつった。気にかける。気にかける。さあ、ほらーい。おい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 。だから意味が全部違うかけるなんだね。これは。え、お前じゃなくて教授が考えたんだよ。お前ってことはないだろ。お前ってことはないんだよ。教授だろ、お前。客員教授ってここに書いてあるんだよ。教授だよ。明日中じゃねえんだから、お前。これ教授って書いて。要するに、笑顔で話しかける。それから、肩に手をかける。から、気にかけてあげることが大事だ。だから、野添陳平も高齢者です。だから、陳さん、この間風邪ひいてたけど、ずいぶん良くなったねって言ってあげると、あ、俺のことを気にしてんだなと言って嬉しいんですよ。そう、それはね、わかる。つまり世間から相手にされなくなった、うん、孤独で寂しい、うん、ところが私のこと考えてくれてる人がいるという、うん、そういうことでしょ。それで元気になるんですよ、年寄りは。風吉偉いね。だけど年寄りがなんでものを知らなくなって判断ができないのかね。前にたけしがなんかある、うんうんうん、喧嘩だからなんか新聞社やる時もね、うんうんうん、これで子供に聞かれてどうにもなんなくて、子供どうし電話相談室、うんうんうん、な、昔考えてた、あれはああいうところへ気に入ってんのね。大人が全部判断ができないの。
前なら、あの、落語の方は、隠居さんこれどうなんですか、うんうん、いや、隠居の話は面白いや、しばらく話を聞いたけど、よく知ってて、ってつのあったの、うん。つまり、年寄りはバカになっちゃったのかよ。いや、これは、ね、考えないから。例えばね、俺は今言ったら。こっちはみんなことで若者の親切ですよ。そうさせるだけのほっとけ、ね、ほっとけは誰もしないんですよ。これは普通の年寄りではないんです。老人ホームに入ってらっしゃる年寄りと。あ、そうか。介護福祉士の子が、あの、老人ホームに入ってる年寄りとコミュニケーションを取るためには、うん、そういうことね、健常者じゃないんですよ。あ、そうなんだ。健康な人にこうはちょっとやりすぎなでしょ。今の老人はね、元気で。それは言わなかった、悪かった。これは、あの松岡議員の言うことが正しい。議員じゃないよ予備校生だよ。予備校生の言うことが正しい、うん、これは健康な人にとってはこれは鬱陶しい、ね、逆にこれはだって今は、うん、ね、元気でお金がそこそこにあって、うん、ね、もう活動的なそういう年寄りの方が普通なんだ。そうそう、だから病んでる方とか身寄り頼りがなくて老人ホーム入ってらっしゃる寂しい方たちには、うん、まずこういうことをやってあげないと、うん、相手は胸襟を開きませんよっていうことだ。そんだったら良くないよ。お年寄りとって一般論で言わないで老人ホームとか。だから福祉講座って書いてあるじゃん。あ、そう、うん、あ、書いてある。読めないのかこれ。あ、読めた。そうだろ。そこ読めなかった。読めないんだよ。福留め、福留めって福留めに締め線編がついてるって。福留めってなんで取り引いて福を止めちゃうんだよ。だってだから要するにハンデのあるね、そういうお年寄りにはこういう気持ちを持たないとコミュニケーションはなかなか取れませんよということ。まずこれ、いや、簡単じゃないですか、ね、一つ疑問があります、はい、ラジオでね、ね、教授はドクマムシのなんとかって番組やってて、ええ、その時にね、ババアくたばれとかね、全然親切じゃないじゃないの。あれはね、冷たいババアって言ったら偉いじゃないの。いや、あれはね、親切なんです、うん、俺はババアと言いながら、うん、ちゃんと肩を撫でてるんです見えないだけなんですよ。だってそれで違うじゃないの。おっぱいを触ったりなんかしてあげてんの。だから向こうは濡れながら俺に笑顔で話してあげてる。いや、だけどね、それはね、これズバッと話す、これ、ね、問題なかもしれないけどね、うん、俺がね、あのね、うん、ちょっと言ってね、おい、お前ね、行ったことあるんですよ、うん、客のに向かってね、うんうん、ああ、いたる、そういう障害の人だよね、うん、でね、よく言ってくれましたっつって、うん、安心しましたっつってその人、うん、お前あの障害持ってるから黙ったれんなっつって怒ったじゃん。いや、そういう面もあるんだろうけど、そういう人余ったれんじゃないよって、ね、だからね、あのパーキン、車椅子だから、あの、うん、青山ってやつによく俺教えたけどね、うん、あの野郎にね、うんうん、で俺差別しないから、うん、酒飲めって飲ませるわけですよ、うん、あいつ手足がねえんだからこうやってんだ、鼻つまんじゃ口開けるしょうがねえんだ、そういう酒ぶっ込むわけだ。苦しい、そんなすごいことやってんの。苦しいんじゃねえね、うめえかまずいか聞いてんだこの野郎って青山の口だからぶっ込む酒を。うまいわけねえだろ。だからうまいさ、あいつベロに酔っ払ってそう言って交番の前に暴れてるっつって管がいて、だけどね、おそらく怒んないよ、黙って親切に送ってくれる。こういうことをやるっていうことはほとんどないっつ、だけどそれも親切の一助であるってことは間違いない。だから青山を、うん、一人前の人間として俺扱ってる、うん、それは分かる。福祉というのはね、過保護にすることでね、全て終わりと思ってる、大間違いで、過保護にするとかえってね、傷つくっていうか大変でね、一人前に扱った方がいいんだって。寝たきりの方を過保護にしたら余計寝たきりになる可能性がある。起きない。だからね、あの野瀬先生の言っちゃいけないから、ほら野瀬飲んでくれとか飲んだ、うん、俺たちが言うのはいいんだよ。野瀬のね、老いぼれとかさ、うん、置いた猿とかさ、芸能とかさ、うん、いやいや、ここだけの話ですよ。そこだけない、聞こえないように喋ってんだよ。スケベ野郎とかね、聞こえてるよ。てるよ、うん、なんつったの、猿だからね、だからこういうことはならないようにしましょう、うん、はい、年を取ったら、うん、ね、自立した健康な年寄りで長生きをしてください、うん、いいですね。いや、今日の講義は1回目だいや、本当に生徒に教わるという素晴らしい講義でございます。ドクマムシ三太夫教授でございます。今月よくあったのを思い出しましたよね。世の中に金で買えないものがあるんだぞお前。あ、そう、知ってるか。知らない、教えてくれよ。いくら払えばいいってね。これだ、これに近いような気がするんですよね。何か聞いても面白い。悪いやつが後ろにいるもんで、ね、屁をかけ込んできちゃう。じゃあ一つね、テレビご覧の皆様、ホリエモンの幸せを祈りながらまた来週まで。